スチームが出ていないと感じたときは、給水タンクに水が入っているかどうか、使用中のメニューがスチーム、加熱水蒸気のどちらを使っているかを確認してください。給水タンクに水が入っていないときは、タンクを満水にしてセットしてください。また、カルシウムなどミネラル成分が多い水を使い続けると、ボイラーにミネラル成分がたまり、スチームが出なくなることがあります。給水タンクを満水にしてもスチームが出ないときは、取扱説明書に記載のご相談窓口にお問い合わせください。調理メニューによってスチームを使うものと加熱水蒸気を使うものがあります。スチームは加熱室に100度前後の水蒸気を充満させながら食品を加熱します。運転中は外からスチームが見えたりドアが曇ったりします。加熱水蒸気は高温で粒子が小さい気体です。100度前後のスチームのように外から見えません。スチームと加熱水蒸気のどちらを使って調理しているかを取扱説明書で確認してください。